のぞむくん一人暮らしするの？まあ進学してからなんだけどさ。のぞむくんの志望校ってうちの付属だったよね。だったら家から通えるんじゃない？両親がちょっとは自立しろだってさ。うん、のぞむくんはした方がいいかもね。そう？うん、のぞむくんってちょっとぼーっとしてるとこあるし。しおりがそれ言う？もう何それ、私はもう一人暮らししてるもん。のぞむくんより先輩だよ。そうだった、確かしおりは両親の仕事の関係で一人暮らししてたんだっけ。じゃあ炊事洗濯はずっと自分でやってるのか？そうだよ。俺はいきなり一人じゃ無理そうだな。しおりに教えてもらいたいくらいだ。そう？ん？何？別に。ぼーっとしてると家通り過ぎちゃうぞ。あれ、いつの間に。じゃまた明日な。あの何？さっき言ってたこと本当？私に家事教えてほしいって。もう私はもう3年も一人暮らししてるから、他にもいろいろと教えてあげられることもあると思うの。私の家だったら一通りのことができるし、それに勉強だって教えてあげられるよ。本当に？でもそんなにいろいろ教えてもらうんだったら近くに住んでないと。鍵？だから私の家で一緒に暮らしてみない？合鍵ジアニメーション。あれ？そうか、そういや俺しおりの部屋に。おはよう、のぞむくん。おはよう。朝ごはんもうちょっとだから待っててね。やはりどう考えてもおかしいこの状況。裏若き男女がよ、1ヶ月だけとはいえよ、普通こんな無茶な提案に対して双方の両親が2つ返事で OK するか。しかしこうして改めて見るとしおりってすごく可愛かったんだな。のぞむくん、今日は帰りにスーパーに寄ろうね。ああ1ヶ月もの間俺はこの状況に我慢できるんだろうか。ふう、洗濯物はこれで終わりっと。どう？少しは慣れた？一人暮らしって結構やることがあるもんなんだな。さて、次はお風呂掃除のレクチャーをします。それじゃ着替えてくるからちょっと待っててね。着替える？ああ、汚れてもいい服とか。お待たせ。しおり？それ濡れてもいい服って言ったでしょ。どう？こいつ狙ってやってるんじゃないだろうな。まずは普通に洗剤で洗っていきます。横乳の破壊力がやばいな。のぞむくん聞いてる？聞いてます。よそ見しちゃダメだよ。次にちゃんと洗剤を流して。あ、俺がやるよ。おっと、うわ。のぞむくん大丈夫？ってはあ、お前らまだ付き合ってねえの？まだってなんだよ、まだって。いつも世話焼いてもらって、最近は弁当まで作ってもらっちゃってさ。これはその、お前だって別に悪い気はしてねえんだろ？それはまあ。いやー、まさかあの奥手だったしおりがお弁当渡すまでになるとは。そんなに好きならアクション起こさなきゃダメだとは言ったけどさ。それどころかもう一緒に住んでるなんて言えないよ。のぞむくん、今日で1週間なんだよ。え、何が？のぞむくんがここに来てからだよ。ああ、もうそんなに経ったのか。どう？慣れた？そうだな。ここかな。あれ、おかしいな。どこ行ったかな。取れたよ。
このまましおりと同じ大学に行って一緒に暮らせたら幸せだろうな。お出かけ？うん。でもこの前お買い物したばっかりだよ。いや、スーパーとかじゃなくてさ、たまには外でご飯を食べたり映画でも見に行ったりしない？ああ、なんだそういうことか。それならもちろん。え？それってもしかしてダメかな？あ、うん、いいよ。よかった。それじゃあ明日約束な。うん、よろしくお願いします。ごめんね、のぞむくん、待たせちゃって。一緒に暮らしてるのに外で待ち合わせなんて、なんだか不思議な感じだよな。そうだね。それで今日はどこに行くの？ああ、まずはだ。のぞむくん？俺、しおりのことが好きだ。あの部屋で一緒に暮らしてみて分かったんだ。もっとしおりと一緒にいたいって。でも。うん。だから俺、しおりと同じ大学を受験する。俺、絶対に合格してみせるから。その時は。ずっと俺のそばにいてくれるかな。うん、私も、のぞむくんと一緒がいい。私もね、ずっとずっと前から言いたかったんだよ。私と付き合ってくれますか？もちろん。私も残すところあった。なんだか全然大晦日って感じしないね。毎日受験勉強ばっかりだからな。そういや、しおりは良かったのか？家の方に帰らなくて。うん、そしたらのぞむと一緒にいられなくなっちゃうから。何か言ってよ。ごめんごめん。さてと、それじゃあ勉強しよっか。大晦日くらいゆっくりしようよ。ダメ、絶対にのぞむと一緒に進学するんだもん。のぞむ、そろそろ問題解けた？少し寝かせてあげよっと。なんかかわいい。なんだか今日は望むとずっと深くつながれた気がする。俺も。でもね、望むが勉強に集中できるように試験が終わるまでエッチは禁止。そんな。それとも望むは私と一緒に進学したくないの？したいです。よろしい。それじゃあご褒美あげるね。そして瞬く間に時は過ぎ、ついに試験当日。終わった。望む。あ、しおり、どうしてここに？なんだか心配になっちゃって来ちゃった。で、試験はどうだった？うん、手応えは結構あるよ。そっか、えらいえらい。合格したら二人でこの町に住むんだよな。ちょっと散策していこうか。もう気が早いんだから。おいしい。この辺で商店街は終わりみたいだね。あ、しおり、引き返そうか。どうしたの急に。ここって。うん、だから戻ろうか。あ、しおり、あのね、試験が終わるまではって約束だったから。しおりがいいなら。うん、私のぞむとエッチしたい。あ、のぞむ、ちょっと待ってて。どうかした？目をつむって少しだけ待っててね。
いいよ、目を開けて。しおり、その格好。へへ、コスプレサービスがあったから来ちゃった。はあ、長い一日だった。はい、望む。試験お疲れ様でした。何これ？バレンタインのチョコレート、手作りなんだよ。本当に？食べてもいい？もちろん。あ、うん、美味しい？うん、すごく美味しい。ほら、しおりも。え、私は一緒に食べたいんだ。本当だ、美味しい。ねえ、望む、これからもこうやって恋人らしいこといっぱいやっていこうね。うん、これからもよろしく、しおり。うん、大好き、望む。それから数週間後、合格発表が行われた。結果は合格。そんなわけで、俺は春から毎日しおりと一緒の大学に通うのだ。思えば、俺としおりが結ばれることはずっと前から決まっていたのかもしれない。ただいま。おかえりなさい。